ずっと置いてありますよね、本屋に。もう多分人気なんだなっていうのが分かるというか、まあ、まずジョン・ケージを思い浮かべますよね。衝撃を受けましたね。こんな素晴らしい物語があるのかっていうね。不条理文学的、サメル・ベケットとかフランツ・カフカとかに近いような雰囲気がある作品、次にどうなるかが全く分からないっていうところがハラハラさせる。人生ってそもそも不条理なものじゃないですか。何のストーリーも伏線もないし、ある日突然起こるんですね。もう全く意味がないっていうところですね。何の教訓もない、まあ、ひたすら素晴らしい作品ですね。はい、どうも、朝日です。今日はですね、まあ、最近アメリカの小説家のポール・ウォースターが亡くなったということで、まあ、それでちょっと YouTube で一作品ぐらい紹介しようかなと思いまして動画撮ってるんですけど、まあ、僕もまだタバコ吸う前、もう全然未成年の頃に雑誌でポール・ウォースターがキャメルのメンソール吸ってるのを見たことがあって、まあこれちょっとタイプが違いますけど、まあ、一応この昔からある黄緑色のキャメルの、これをポール・ウォースターが吸ってるのをめちゃくちゃ昔、本当中学生ぐらいの時に見て、ああポール・ウォースターキャメル吸ってるんだみたいな、メンソール吸ってるんだみたいなっていうイメージだったんですけど、まあネットで今さっき検索したら別になんかいろいろ吸ってるっぽくて、特に固定ってわけじゃないんですけど、まあ僕にとってポール・ウォースターといえばキャメル、メンソールっていうイメージがあって、それでまあ今、ちょっと追悼の意を込めて吸わせていただいておりますけれども、まあ X でね、新潮文庫がポール・ウォースター亡くなったっていうのをツイートしてて、それが2500リツイートぐらいされてて、まあすごいやっぱ読まれてるっていうか知られてるっていう感じですよね。もうちょっと前にジョン・バースが亡くなったんですけど、その時は全然話題になってなかったんですけど、やっぱさすがポール・ウォースターだなっていう感じで、まあこのチャンネルではちょっとなんか何選か紹介するっていう動画の中で、まあ、幽霊たちとか、シティ・オブ・グラス、ガラスの街っていう作品は取り上げたことあるんですけど、まあこれ1個動画撮るみたいなのやったことがあったんで、今日はですね、まあいろいろ考えたんですけど、偶然の音楽ですね、1990年かな、あたりの作品だったと思います。ずっと置いてありますよね、本屋に。もう多分人気なんだなっていうのが分かるというか、まあこれはもう昔からずっと本屋の新潮文庫の棚にこの作品を置いてあるイメージがありますね。ポール・ウォースターの中でも人気のある作品ですね。まあそのちょっとまあ80年代ぐらいにニューヨーク三部作って言われる、ニューヨークを舞台にした探偵小説風のアバンギャルドな作品を出してて、でその後に、まあ、90年代前後ぐらいですねに、まあ、ムーンパレス、偶然の音楽、リヴァイアさんっていう、これ、まあ、三部作とはあんまり言われてないですけど、まあ、似たような雰囲気の長編作品を出して、その頃の作品ですね。だからこの一番最初のニューヨーク三部作のこの超前衛的な感じからちょっと抜けて、ある種ちょっと面白い物語性を追求しつつ、でもめちゃくちゃ不条理みたいな、まあ、そういう作品を書いてた時期の代表作ですね。衝撃を受けましたね。こんな素晴らしい物語があるのかっていうんで、ちょっとびっくりしたというか、さすがっていうね、そうでしたかっていう感じで結構びっくりして影響を受けた作品の一つですね。でポール・ウォースターも柴田元幸さんがもうほぼ全作品、全作品っていうのはその日本で翻訳されているポール・ウォースター作品のほぼ全てが柴田元幸さんが手掛けてる、で精力的に紹介されてるんで、まあ、それもあってね、日本でポール・ウォースターという、作家の知名度が高いっていうのは、それが一つっていうか一番大きな理由だと思うんですよね。まあ、まずこの作品のこの概要を読みますね。妻に去られたナッシュに突然20万ドルの遺産が転がり込んだ。全てを捨てて目的のない旅に出た彼は丸1年赤いサーブを買ってアメリカ全土を回り、13ヶ月目に入って3日目に謎の若者ポッツィと出会った。望みのないものにしか興味の持てないナッシュと博打の天才の若者がたどる数奇な運命、
現代アメリカ文学の騎手が送る理不尽な衝撃と虚脱感に満ちた物語という作品ですね。あのポロスターの一番最初の作品っていうのはこう物語的な要素がほとんどないストーリー展開みたいなものに ものすごく反抗した、作品なんですね。だからアンチロマンと言っていいぐらい、物語ではない物語っていう感じだったわけなんですけど、この概要を読んで分かる通りめちゃくちゃ物語っぽいんですね。でしかも一つはこの赤いサーブを買って 全道回りっていうね、ロードノベルであるっていう、ところが一つで、あなんか普通の小説なのかなみたいな感じなんですけど、ところがどっこい読んでみるとこの一番最後の理不尽な衝撃と虚脱感に満ちた物語って書いてあるように、非常に理不尽なんですね、まあ、これを不条理と僕は言っていいと思うんですけど、サメル・ベゲット、まあ、もっと前 あのカフカでもいいですけど、まあ、もしくは夜の果ての旅、セリーヌと並ぶ不条理文学の代表作だと僕は、思いますね。で一つには、まあ、不条理文学って多分人気ないと思うんですよね、まあ、いわゆるこの物語の浮き沈みみたいなのがあって、その中ハラハラさせる部分があったりこう感動する部分があったりで最後はあっと言わせる展開があってこうすっきりするみたいなね、まあ、そうい う, こうエンターテイメントとして物語がこういうこの、まあ、素晴らしいこう構成みたいなのが小説の中にあって、まあ、それを読む人は楽しむっていうのがあるっていうのが一つですよね。でも不条理文学はまあそうじゃないんで、まあ、例えばまあサメル・ベゲットの一番有名な「ゴドを待ちながら」っていう作品はゴドを待ってるだけの話なわけですね。ゴドを待ってると2人がでゴドはいつ来るのかっていう今日は来るのか来ないのかみたいな話をしてるだけっていう作品で、これの何がおもろいかっていうのはこれ不思議なもんで、まあ、ベケット、まあ、読んでない方はぜひ読んでほしいですけど、めちゃくちゃスリリングなんですよね。なぜか不思議なことに、まあ、カフカの審判とかもそうですけどめちゃくちゃスリリングであるっていう不思議なんですけどね。この不条理な物語がなぜこんなに面白いのかっていうのは不思議なんですけど、 なんだかハラハラさせるものがある。それ一つは何が起こるか分からないっていうことですね。次にどうなるかが全く分からないっていうところがハラハラさせるところだと僕は思うんですね。人生ってそもそも不条理なものじゃないですか。不慮の事故を遂げた知り合いとかがいて、まあ、若くしてね交通事故で亡くなった知り合いとかがいた時に、まあ、あまりにも突然人が亡くなって、報われないじゃないですか。でこういう報われない時に人はなんかこうストーリーみたいなものを積み上げるわけですね。だこういうのがあって、彼は亡くなるに至ったみたいな、でそういう物語を構築することによって無意味な交通事故じゃなくてすごく意味のあるこうものっていう風にこう消化していくっていうのがこうやっぱり人間の中にあると思うんですね。でも実際問題このたった一つの交通事故に何の意味もないし何のストーリーも伏線もないし、ある日突然起こるんですね。それらに、まあ、人は意味を見出しがちだけどそんなものはないと。人生ってのは理不尽なんだと、何が起こるかわからない、特に意味はないっていう、まあ、そういう態度ですね。だから不条理文学ってのは不条理ゆえにこうリアリズムではないって思われがちですけど、まあ、これこそがリアルであるっていう感覚も一方であって、まあ、それはレフェルデン・セリーヌとかが僕はそうだと思いますし、でこのポロスターの偶然の音楽っていうのは、まあ、それがまあめちゃくちゃあるその暴力的な理不尽さみたいなものを主人公たちがどんどん体現していくんですね。でそれらに一つ一つにもう全く意味がないっていうところですね。何の意味もない何の教訓もないっていう、ところ、そこがまあひたすら素晴らしい作品ですね。これの話が面白いところは、まあ、主人公が赤いサーブを買ってアメリカ全土を旅していくっていうところなんですけど、まあ、赤いサーブというのは、まあ、サーブ900という、まあ、今はない車ですけどね、まあ、昔のサーブと言われる真っ赤な、車なんですけど、ちょっと前にねドライブマイカーっていう、まあ、村上春樹原作とする映画があって、まあ、それが、まあ、同じく赤いサーブで、日本をね旅していく、で広島まで行くっていう話ですけど、まあ、あの映画がねこのモノトーン調のこう静かな色彩の中でこの赤いサーブだけがバチンとこう真っ赤で、それが非常に美しい感じがあるじゃないですか、まあ、まさにあれなんですね。この
偶然の音楽の中でもうナッシュという主人公が、まあ、お父さんが死んで遺産が入ってきて、で妻奥さんも、まあ、逃げてったと、新たな人生をスタートさせようとして赤いサーブだけを持って、他のもう自分が持ってた荷物とか全部処分して、で旅に出るっていう、まあ、そういう美しい始まり方なんですね。でこの美しさっていうのはいわゆるこの現代文学的な感じじゃなくて、かつてのアメリカの美しい小説、の雰囲気ですよね。まあこれはこう主人公が何か成長していく物語とか、っていう、まあ、いわゆる教養小説って言われる、まあ、ビルディングスロマンというね、まあ、ドイツゲーテに始まるビルヘルムマイスターの修行時代から始まる、こう主人公がだんだんこういろんなものを経験して成長していく物語っていうのが一個ジャンルとして、まあ250年ぐらいの歴史があるわけですね。でやっぱりそういうのを予感させる、主人公がまあ喪失したところから始まってさまざまな人と出会って成長していって、いく話だなっていうのがなんとなく予感させられるんですね。だところがこれはポール・オースターの作品ですからそうはならないっていう予感もするわけですね。あのニューヨーク三部作を書いた、まあ、不条理文学の、ポール・オースターが書いている作品だから、まあ、そうはいかないだろうなっていうちょっと緊張感があるわけですね。どうなるかって単に主人公が成長していく話じゃなさそうだなっていう予感がプンプンするわけですね。なんか非常に理不尽な出来事が起こってって虚脱感に見舞われる、これ何の意味があるんだろうみたいな感じになっていく、という意味で1990年代のこう不条理文学誕生っていう感じがね、僕はしますね。まあ、同じような時期にムーンパレスとかリヴァイアさんのような、まあ、共通するテーマを持った、作品、を発表してますから、まあ、それが、何三部作、理不尽三部作と言っていいのか、虚脱三部作と言っていいのか何なのか分かんないですけど、まあそういう作品ですね。このまあタイトルですけどね、あのまあ一応僕は音楽家ですから偶然の音楽と聞けば、まあまずジョン・ケージを思い浮かべますよね。偶然性の音楽と言われる、ものをジョン・ケージという人が提唱して、まあ、作曲の過程で偶然性を取り入れるっていうね、あの液晶とかコインとか投げたりしながら、たまたま出来上がった作品を発表するっていう、これも偶然性の音楽ですね。でそれをさらにこの演奏するときに、不確定な演奏になる、あのその時その時の演奏によって毎回違った音になるっていうような、そのような演奏の時の偶然性みたいな意味で不確定性みたいな言い方もしてて、不確定性の音楽ですね。で、まあ、これら2つ、偶然性と不確定性っていうのがジョン・ケージを代表する言葉ですけど、でこの作品、ポール・オースターの作品は、まあ、そのジョン・ケージに直接的に触れてるわけじゃないんですけど、むしろその古典的な音楽ですね、まあ、バッハとかヴェルディとかモーツァルトとかそういう音楽がまあめちゃくちゃもう全編にわたって出てきてて、主人公がずっと音楽聴いてるんですね。っていう中で、あのいわゆるこの偶然性というものが人生を翻弄させていくっていうような、まあそういうふうにこう確定的なあのバッハとかヴェルディの音楽と対比して偶然性みたいなものがあるような形で、まあ音楽やってる人ならね、まあこれは、その偶然性というものがある種ジョン・ケージを引用しているっていうのはなんとなくわかるっていう、まあそういう感じですかね。ということで、今回は、最近亡くなったアメリカの現代文学の巨匠、ポール・オースターの、作品偶然の音楽についてお話ししました。以上です。ありがとうございました。